はいどうもみなさんこんにちはゆきです。さあ今日もですねいつも通りの6名からビットコインインサリアムリップルソラナ IOST ビットとねチャート分析していきますのでぜひね最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところでありますが本日がですね12月の6日月曜日週明け今週も頑張っていかなあかんなユートロ次第でございますがえ時間がですね午前11時55分というところでね今日の動画を撮影しております今日皆さんに元気とチャート分析をお届けしてまいりますよろしくお願いいたしますよということでね僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を日々配信しておりますので僕のね今日の動画を見て あ、面白かったな。参考になったの楽しかったなって思っていただいた方はですね、ぜひぜひぜひ、えー、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援をよろしくお願いいたします。ということで、あとですね、ご安心ください。えー、時間がなくて勇気の動画は長いと、えー、時間がない、えー。そんな方もね、ご安心ください。えー、概要欄見ていただいたらチャプターつけておりますので、皆さんのね、好きな銘柄のチャート分析をね、直接見ることもできますので、必ずね、概要欄の方はチェックしていただいて、えー、皆さんのね、お好きなように僕の動画をえー、調理していただけたらなというふうに思っておりますよ。ということでね、早速ね、今日も始めていくんですが、いや、 月曜日ですよなおかつですよ、ちょっとね、皆さん変わったところに気づきますか僕のね生誕祭、誕生日ライブ配信、記念ライブ配信っていうのを行ったところですね、皆さんに僕のね欲しいものリストを公開して、誕生日プレゼントを強制的に買っていただきましたところですね、たくさんの誕生日プレゼントが届きまして、そちらの模様はですねサブチャンネルでこちらね。 見てくださいトモミンがね、えー、わざわざ、えー、ツイートしてくれてますが、いわゆる良心作アップされましたということで、こんだけの段ボールが届いてし、かもこれまだ全部じゃないみたいよ。はいあの昨日の動画に、えー、コメントついてね、まだ私の誕生日プレゼントを欠品中で届いてないんですっていう方もいらっしゃったので、ま,あ、まだ届くかもしれません。はいで、一応第一弾っていう形でね、今届いもう足の踏み間もなかったから、一旦このね、11個ぐらいだったかな、この誕生日のプレゼントをね、えー、開封して、えー、動画にまとめておりますので、ぜひサブチャンネルはチャンネル登録と、えー、こちらの動画のチェックとグッドボタンお願い お願したいなと思うんですがでですねまずですよこちら見ていただけますかあのコインクラブのねゆうすけさんと同じマイクですねこちら無駄親方親方にプレゼントいただきました本当にありがとうございます皆さん僕の声はいい感じで届いておりますかえこえということでねえ声で届いてるんじゃないかなと思ってるんですけどなおかつですよもう今日はもう目白押しよこちらですねみんなからもらったコーヒーを飲みながら ああみんなの愛情が感じるね。はいで今日はねえスーさんのスーさんからまたこのソニーのイヤホンで音楽を聴きながら。 ガムシロップと牛乳を買いに行って、えー、皆さんのコーヒーを飲んで,で、親方からもらったマイクで、えー、今放送していると、雨が降ったら、チャタヤンとね、スーさんが買ってくれた傘をさして、ね、えー、車に乗るということでね、もうみんなの愛情たっぷりで生活させていただきます。本当にありがとうございました。ということで、えー、前もきはさておきですね、えー、そろそろ本題に入っていかな、えー、怒られるんじゃなかろうがというところで、えー、本題に入っていきたいんですが、 あのね、このチャートで <laughs> このチャートで <laughs> あの上下判断性っていうのはちょっとねあの無理があるというところで <laughs> あの一応今僕がこの辺りを えとまず一段階クリアしたら、まあ、この辺までは戻るんじゃなかろうかとかね、えー、ここでまだ抵抗されるようであれば、もう一段深掘っていくんじゃなかろうかっていうところを、まあ、皆さんと一緒にねあの、見ていけたらなと思っておりますので、えー、そちらはですね、ぜひちょっと温かい目で、えー、確認していただけたらなと思います。はい、あ,のあくまで参考に、ねえー、していただけたらなというふうに思いますので、えー、ぜひそちらの方はよろしくお願いいたしますよ。ということで、早速ね、始めていきます。まずはビットコインから。もうみんなの中では恐怖やったんちゃうかな。 ねえ暴落というか、急落というか、まあ、えげつない下げがありました、ね。トップからいくと1万ドル以上の下げ、ねえー、が起こりましたがですね、まあ、今現状、えー、下げ止まりから、下げ止まりからじゃないな、えー、リバーから横横、えー、している状況ですね。だからこそ、まあ、今現状で、えー、のー上下の判断というのはかなり難しいというところですね。はい、で今現状僕が見ているところは、まずね、踏火足レベルがね、結構ね、あの今重要じゃないかなと思ってて、15分30分とかこの辺りちょっと見てほしいんですけど、あのね、 もうどの銘柄もそうやねんけど、ほぼほぼ 25EMA、15分30分足の 25EMA 付近をさまよってます。だから迷ってんちゃうかなと思うんですよ。上下、今どっち行こうかなっていうところで迷ってて。で、ここで抵抗されるようなら、一旦もう一回深掘りしてくるような形。やし、25EMA の上にね、しっかりと実体を残せるような形になってくれば、え一旦ね、4時間足とかの 25EMA の帰りを埋めに来るような、一旦の戻し。 えー、上への戻しっていうのがまあ、あるんじゃなかろうかっていうところですね。で、なおかつね。ちょっとまあえっ、ー、と一昨日の動画かでえっ、ー、とコメントついたんですけど、まあ、cma の窓が開くよとでえっ、ー、と。そっからどうなるかね。ゆうきさんの考察を。 ね、朝の7時までにっていうね、時間指定までいただきまして、えー、まあ今その時間にはないんですけど、あのね、朝7時に動画撮ろうと思ったら、あのね、朝5時ぐらいから考察して、で、動画どんなことを言おうかなって考えながら、えー、で、動画撮り出してっていうことになるから、さすがに無理よ。それはちょっと勘弁して、時間指定までしてくるんだけどね、ちょっと勘弁してほしいなと思うんですけど、えー、今現状まだなんこんだけ空いてるというところで、まあ一旦ね、これいろんなまあ言い方が言い回しというかあるんですけど、例えばやけど、一旦の下振りを今ね、こんだけまだ空いてるんですよ。 これが今窓よでえ前回のここの窓ねこの窓に関してはえ埋めました今回の下落でねはいでまあ下に思い切り走っていった結果えここに今度は大きな窓が開いたんですけどこの窓は埋めるっていうのがいろんな考察が出てて例えば一旦下に降ってから戻してくる窓を埋めにくるパターンでもしくはこのまま窓を埋めにくるパターンでもう終わったと えー、バブルは終わりやと、崩壊したと、だここから先は、えー、と来年の3月ぐらいまではどっかり下げてくるぞっていう人もいてるから、まあ、このまま窓を置き去りにして、えー、下がっていくのかという感じのこのまあ3パターン、まあ、ある意味これが全パターンでもあんねんけど、まあ、が今現状言われているところかなというふうに思ってます。はい ただ、これをね、あのー、僕が、えー、なんていうんかなあの考察したところで、結果同じ考察にしかなれへんから、まあ、わざわざ言う必要はないかなと思います。一旦下振りして戻してくるのか、そのまま下がってしまうのか、で一旦埋めてからまた下がってくるのか、埋めた後もう一段階上に上がってきて、リバっていくのかっていうところ、まあ、これがまあ最高、えー、4パターンかな、うん、上下いくパターンとすればね、はいままあまあ横横っていうのもあんねんけど、まあ、窓を埋めるっていう観点からすると、まあそういうパターンかなというふうに思ってます。はい まあけど一応ね25イエとねこれ今1時間足なんですけどまあか,かなり帰りが生まれてるからまあこの25イ m の帰りを埋めるとともにね窓を一旦上ヒゲとかで埋めて落としてくるっていうのはまあ全然ありえることなんじゃないかなというふうに思ってます帰りってやっぱ埋め,に埋めに来るからねどうしてもねまあそれも修正というかまあえっとずっとねチャート見てる人やったら分かっていただけるかなと思うんですけどまあそんなところで考えてます窓埋めに関してはねはいでえ現状 えー、ビットコインのね、ドル建てのチャートに戻ってきましたけれども、まあ一応これもね、15分足、これ見てもらったらわかるように、これが 25EM ですね。ここに今 25EM があって、25EM の上下を今、ずーっとうろうろしてる感じですね。うろうろしてる感じ。で、えー、なおかつね、30分足で見てもらったら、30分足になってくると、まあほぼほぼ、 えー、ここはね、ちょっと一回25夢抜けれたんですけど、上抜けできたんですけど、結果下に戻されて、今またうろうろしてる状況。なので、まあ、やっぱりちょっと迷いが見えると。なので、今現状で、えー、上ですよ、下ですよっていうのは言えない状況ですね。なので、このあたり、踏、え、ん、ー、足レベルでしっかりとどちらかにね、あの定着する、えー、25夢より上で定着する、もしくは下で定着させて、されてしまう。 抵抗されてしまうってことです、ね、になってくるのかっていうところをまず一つ注目しておいてで1、えー、時監視になってくるともう完全に 25EMA に抑えられてますこれ見てもらったらわかるよにこれが 25EMA ね。 2 5エムがこの今、白でなぞったところになってるんですけども、完全に2 5エムで頭打ちされているような状況になってますので、まあ、このあたりはやっぱり2 5エム、えー、上抜けてこないといけないというところが、まず一つ目の、えー、第一段階ですね、えー、一時的な上があるとしても、要は窓埋めがあるとしたら、この2 5エム1時間足レベルの2 5エムを上抜け、で、そうなってくると、えー、ビットコインやとね、2 5エムへの雲。 大きな雲を上抜ける形になるので、これに関してもやっぱり、ね、窓上に向かうんじゃなかろうかという一つの指標になるんじゃうかなと思いますので、まあ、このね、えー、雲、一時間足の雲の上抜け、えー、25湯目の上抜け、この辺りを第一、えー、注目しておいていただけると、まあ、ある程度、雲に、えー、向かって上に、じ、え、ゃ、ー、雲じゃない、えー、窓に向かって、窓上に向かって上がっていくのか、それとも、えー、きっちりね、窓、えー、窓じゃない、えー、<laughs> 窓と雲が似てるな、25湯目に抑えられて下、もしくは、えー、雲の上限に押さえられて下っていう形、下の方向に もう1回そこを埋めにくる形そこ、えー、を固めにくる形っていうのがあるんじゃなかろうかというふうに僕は見ておりますので、まあ、この辺りまで見ておいてもらったら。 ある,ある程度ね、あの上抜けっていうのは、えー、確認できるんじゃないかなというところです。はいで、4時間足レベルまでまなってくると、もう完全に25イエメイトの帰りが、えー、ここね、生まれてきてますので、まあ、このあたりで底固めというか、こう、ちょっと切り上げてきてますから、このまま25イエメまで横横するような形、じわ上げっていう感じかな。で、25イエメイに触れてくるところまで上がってきて、で、なおかつ、えー、僕がずっと言ったピンクのチャンネルありましたよね。ピンクのチャンネル下抜けたら結構厳しいよって言ってたチャンネルの、えー、上、加、え、減、ー、ですね。 のの裏タッチも含まれてくるのでこの辺りはやっぱり戻り売られても仕方がないかなっていうところですね。なので、まあ、今は完全に、あのー、売られやすい、えー、相場やっていうことだけはしっかりと頭に入れておいてください。やっぱりここまで落ちてあの含み損抱えてる方僕もかなりね、あのー、現物で損してますけど、えー、損失か、あのー、かか損失 をこう持っていますがえー多分かなりの方、同じような形で、あの今、握ってると思います。握ってる方もいらっしゃると思います。その方が、やっぱ上がってくると、あの損切りするタイミングを測ってると思うんですよね、今ね。だから、戻り、売っていく。だから、それに加えて、今度はね、こういう抵抗体で、新規でショート入っていく方も、やっぱり、かなり多いと思うので、まあ、基本的には、売られやすいと。はい、なので、ロングを持てたとしても、ロング持てたとて、短期であるっていうところは、しっかりと忘れないように。えー、これは、まあ、先週から言ってたかな。えー、ロングは短期ですよ、というところは、しっかりと忘れずに。 えやっておいてくださいよというところですねトレードの、えー、するにあたってね皆さんの頭に叩き込んでおいてくださいよというところでございますはいでもう一個ちょっと補足しておくとちょっとねここがやっぱりねこれ見て4時間したと実態ビタビタで止められてるんですよねえっ、ー、とね49,750円要は5万ドル乗せまへんでっていう人たちがやっぱ言ってるわけですよ 5万ドルはちょっと乗せさ,させまへんでと、ね。ちょっと何言うてるか分からへんからい、さささささへん言うてきたけどあの、5万ドルにはさすがにまだ乗せさせへんでって言ってる方がやっぱりいらっしゃると思うので、5万ドル乗せれるんであれば、さっき言ったみたいに、ここの25イエメを埋めに来る動き、で、チャンネルの加減の、えー、ピタまでは、えー、上がってこれるんじゃなかろうかっていうところで、5万1400とか500くらいかな、このあたりまでの上昇は見れるんじゃないかなっていうところですね。まあ、それでも1000ドル幅取れるので、まあ、このあたりは短期的にロング狙ってもいいかもしれない。5万ドル乗せれたらね。はい。 っていうところかなかもしくはもう一回深掘りもう一回深掘りしてもう一回上がるタイミングを見計る例えばこの辺りでダブルボトムを作ってきたりとか、えー、もう一回この下ひをしっかりと回収してから、えー、今度はしっかりとして上に上がっていくとかまあいろんなパターンがあるかなと思うんですけどこの辺りはもう本当にもう妄想想想像でしかないのでまあそうなってからっていう感じかな。 はいまあ、とりあえずはその辺りですね、えー、抵抗体とかを見,見つつ、えー、上抜けたら、えー、ちょっと上を見ていくで、えー、上見るにしても、えー、抵抗体っていうのは山ほどありますからさっき言ったポイントっていうのを、えー、しっかりとね頭に入れておいて理覚はしっかりと挟んでいくとロングはね短期的にで逆に言うとこういった抵抗体は、えー、売る方が強いですから、はい、背を にねその抵抗対応、背にショートっていうのは一つ考えておいてもいいと思います。まだやっぱり売られやすい相場っていうのは先ほども言いましたが間違いないかなと思うので、まあこの辺りは抵抗されたところっていうのはしっかりと打っていくという感じですね。なので、まあロング、ショート問わずに今は利益をどっちでもいいから取っていくっていうのが一番大事。上しかない、下しかないという相場はないんだよっていうのはずっと言ってきてますけれども、そういったところでしっかりと分析していく必要があると。上下の両方の両方のポイントっていうのをしっかりとね、考えて 考えてトレードしていく必要があるんじゃないかなというのが今現状でございます。 はいまあ、ちょっとね、ビットコインが長くなっちゃったけど、うんどっちみちやっぱりね、1時間足レベルで 25EMA 上抜けれないとなかなかね、もう一段上だよっていうのは言いづらいから、まあ、とりあえず1時間足踏ん足でも大,大事ですけど、あのーまあ、今現状、ビタで抑えられてるのは1時間足の 25EMA なんで、まあ、1時間足の 25EMA を注目っていうところで、まあ、まとめさせてもらえたらいいんじゃないかなと思います。えー、1時間足の、えー、25EMA の、えー、上抜け、プラス雲、えー、の上抜け。 ここの2つを、えー、焦点絞ってもらってね、えー、上に上がるタイミングっていうのを測っていただくといいんじゃないかなというふうに僕は見ております。というところでございます。はい。では続きましてですね、えー、こんな感じ。えー、イーサリアムですね。えー、イーサリアムのこれが1時間し、ちょっとさっき4時間しか見ていこうか。いや、綺麗にチャンネル加減で抑えられたよねっていうところですね。よいしょ。黄色いチャンネル。これもずっと出してたんで、もう皆さんのね、あの記憶に残、新しいかなと思うんですけども、えー、ここですね。このチャンネルの加減。 いいいっぱでで今抵抗されてますすよっていうとうころですねなのでここ、えチャンネル内に回帰できるのであればチャンスはあるかなと思うんですけど、まあ、これも同じくしてですね、抵抗体山ほどあるから、うーんとね、まずはようやくね、ここの雲のねじれが出てきてるので、このまま横を横していく、地は上げとか横を横していくんであれば、このまま雲を上抜けてえ、まだね、再び上に戻してくるっていうパターンはありえるかなと思うんですけど、このまま雲の下をくぐるようであれば、ちょっとえ長期的に。 あの地は下げもしくは、えー、低迷期というのが、まあ、訪れてしまうんじゃなかろうかというところですね。なので4時間足レベルで、えー、雲の上にあるか下にあるかっていうのは結構重要なのかなというふうに考えておりますのでこの辺りぜひ参考にしておいてください,、はい。で、今の抵抗体っていうのも十分も想定ないですね。えー、まずは、えー、っとね、赤いゾーン。 これも赤いゾーンも効いてますねっていうのはずっと言ってましたね。ダブルボトムのネックラインであったところで、サポートも何度もしているところですね。これがまあ赤いゾーンの表示で表示していましたが、まあ、今そこで抵抗されていますよと。はい、でなおかつ、えチャンネルのえ加減ですね。ここの交わるところで今抵抗されているので、まあ、さっきも言った通り、このえ大体価格帯でいくと4200とかかな。この辺りを上抜けれるのであれば、まあ、一旦ね、あのー、短期的には上を目指せるんじゃないかなと。戻しは、えー、狙えるんじゃないかなというところでありますが、えまず一つ、 1つ目が、えー、このスカイブルーの、ねえー、高値の切り下げライン。この切り下げラインは抵抗体として十分、ね、あり得るかなと思います。雲の、えー、加減ですね。上昇雲、分厚い上昇雲の加減もあるし、っていうところで大体4350、えーいい 4, まあ、要は100ドル幅ぐらい上げたら抵抗体にすぐぶつかってしまいますので、理確検討はちょっと素早めに、ねえー、しておいた方がいいんじゃないかなというところ。でここで、えー、戻り、売られた場合は、一旦、えー、背が近いので、ショートの方が優位性があるのかなという感じだし。はい でえもしね、ショートで、えー、短期的に、えー、取れたとしても、それでもやっぱり4100ぐらいは、えー、結局、ショートでも、えー、理覚検討するポイントにはなってきますので、今はもう本当にどちらも、えー、短期で取っていくような形じゃないかなと、イーサリーもね、えー、思っておりますので、このあたりをぜひ、ね、参考にしてみてください。はい。よいしょ。なので、まあ、僕の今のところは、もう正直、あのー、長期的にはどっちに行くかって、まだ判断しきれてない部分、えー、があるので、 今はちょっと短期的なトレードであの逃がしつつ、えー、利益を上げつつ、えー、長期的な目線っていうのがある程度も大まかに、あこっちやなっていうのが分かった時点で、またね、皆さんにえお伝えしながら、えー、スイング的なロン、えー、ポジションっていうのも取っていこうかなという感じで考えてますので、まあ、このあたりはね、ぜひあの参考にしていただけたらと思います。はい。そうですね、まあ、短期的にはそんなところですね、まずはその、えっ、ー、と、今抵抗されているポイント、ここでダブルボトム、えー、ごめんなさい、ダブルトップとか組まれるんやったらちょっとしんどいから、よいしょ。 これねダブルトップここでダブルトップ組まれてえ落とされるようであれば、まあ、ネックラインが4000ドルになってくると思うのでもう1回4000ドル割るようであれば一旦ねやっぱりえ再びですよ、えー、3700とかえ直近のねヒゲの先端ヒゲを回収するような動きに行きそうなので、まあ、4000ドル割れからちょっと警戒、えー、かなというところですね。4000ドルから警戒ダブルトップが決められて。 え直近のね、実体験とか、このあたりはえ下げ止まる可能性はあるけど、ぐっと下げてきて、3800台かな、このあたりまで下げてくると。で、今度はダブルトップからの、ここで次はダブルボトムを作って、でえ転換していくっていうパターンもあり得るし、このあたりからまた次のパターンを見ていくというところですね。なので、ま4000ドル割れたら、多少短期的なショートっていうのは取っていいのかなっていう感じです。 はい、で横横してきて雲のねじれを利用して雲の上に抜けてくるパターンこれが横横パターンですねで上に上がってくるんやったらこの4200ぐらいの低個体上抜けるけどまあその後は。 えー、雲の加減、えー、とかがあるので、まあ、434050、えー、ぐらい、この辺りが抵抗体、ここは、えー、リロング取れた場合でも利確剣とか必要かな。で、ここを上抜けるようであれば、雲の中にズボッと入ってくるので、まあ、そのまま、えー、じわじわ上げながら雲の上に抜けてくるとかっていうパターンも出てくるし、まあ、この辺りはまた、えー、そこに足、えー、したら、えー、チャートパターンとかも含めてね、皆さんにお伝えしようかなというふうに思っておりますので、またね、えー、今後の動画にご期待いただけたらなと思います。はい で、下下がる場合は、今度ね、ここのダブルトップですね、直近の高値であるプラス、えー、ダブルボトムを作ったネックラインになってたポイント、ここで抵抗されてダブルトップ、で、4000ドル割れからの、えー、もう一段階の下落っていうところ、えー、ここまで、えー、パターンで、ね、見ておけば、まあ、特に問題なく皆さんのチャート、えーと、トレードにお役立ていただけるんじゃないかなと思いますので、このあたりをね、参考に、皆さんのトレードにお役立てくださいよというところでございます。 ちょっとねもう言うことありすぎてね、言うことありすぎてっていうか、まあ、悩みが悩みすぎて、ちょっともうなんかこう、ぶわっとこうねあの、いろんな広い方向に喋ってしまってるけど、今は本当に広く、幅広くあのチャート分析している方がいいと思うので、このあたりちょっとね、ご理解ご了承いただけたらと思います。まあ、基本的に僕はあの上だ、下だっていうタイプじゃないので、まあ、そのあたりもね、えー、動画見てる皆さんはねあの、ご理解いただけてるかなと思うんですけど、はい。では続きましてね、えー、リップル、えー、いきたいなと思います。いやリップ リップルがね、どえらい落ち方したよね。一番落としたんちゃうパーセンテージ的にいくと。0.5まで入ってるもんな。話出るよな、リップルからしたらね。はい。まあ、どんだけ落とすねんって感じだけど。まあ、今、とりあえずね、下着を大きく出して、えー、ここは素直な抵抗体やったね。よいしょ。えー、完全に、レジサポ転換、サポレジ転換が。 えー、起こって今、えー、ネックラインを作りに来てる形かなだからここから期待したいのはダブルボトムですよね、うん、ネックラインであるところが、えー、0.86とかこの辺りになってくるかなと思うので0.86上抜けれたら、えー、ちょうどね 25EMA4 時間足レベルの 25EMA の上抜けも、えー、絡んでくるので、まあ、この辺りは一旦上を目指してもいいんじゃないかなっていう感じに見えてくるかなはいなので、まあ、もし上を見るんであれば0.86から上抜け、えー、この辺りを、えー、狙っていきたいなというところです 上抜けた後の今度は 25EMA であったりとかこの0.86をサポートに回して。 逆に今度はこのネックラインをレジサポ転換して上を目指してくるパターンっていうのは期待したいかなというふうに思ってますけど、まあくまでこれは僕のね、あのー、妄想といいますか想像上の人物でございますのでノンフィクションではなくフィクションでございますのであくまでこうなった場合は次の寝動きっていうのはこういった形で僕の中では想定していくよっていうところをお伝えしておりますのでご理解ご了承の方お願いしますはいで続落のパターンでいくと今度はねこのネックラインを頭にぶつけられましてのダブルトップですねまあ25 5EM も絡んでくるので、このあたりはちょっと抵抗されてもやむなしかなというところですね。そうなった場合は、今度はこのダブルトップをちょっと警戒しておいて、で、えー、0.76とかかな、0.77とか0.76ぐらい、この付近を下抜けた時点で、まあ、一時的に、えー、大きく下落してくる可能性があるので、戻り、戻ってきたところを打っていきたいなという感じに見えるかなと思います。まあ、だから逆に言うと、今はね、あのー、どっちか分かれへんってことですよ。はい、今はちょっと待ちかなと思います。えー、動きがあってから、えー、でいいんじゃないかなと思います。 ただ、ま、ここでネックラインを固めてくるんやったら、まあ、ここは逆にね、あのー、ま、背が近い分、買い時かなっていうところですね。ただ、さっきも言った通り、0.7、えー、ごめんなさい、0.86ぐらい。このあたりは一度、えー、ロングで持っていた人は短期的な理覚、検討ポイント、ターゲットになると思うし。はい。で、もしくは、えー、部分的に理覚しておいて、上抜けてから、えー、そのまま、えー、ポジションを軽くした分を上に伸ばしていく。みたいな形もあり得るかなと。ありかなと思いますの、ね、で、このあたりはね、ぜひ参考にしてみてください。まあ、リプラそんなところかな、と思います。はい。 まあなので、ダブルボトムの、えー、と期待と、ダブルトップの警戒と、まあ、警戒と期待,期待がね、今、えー、表裏一体になってますので、そのあたりはしっかりと理解した上でね、えー、トレードすべき、えー、ポイントになってくるのかなと思ってます。はい。では続きましてが、えー、ソラナちゃんですね。ソルちゃんですが、ソルに関してはね、一番ね、下げ止まったよね。下げ止まったというか、もう綺麗に、きれいに意識しているポイントで実態を固めれてるので、うーん、ソラナが一番、 まだ上に期待でできるんじじゃなないいかなっていう感じですよねただ、民謡によっては、えーねえー、186っていうところを底にして高値を切り下げてきてるので、まあ、若干、まあ、ディセンディングトライアングル感っていうのはちょっと否めないかなというところなので186を実体で割ってくるようなら厳しいなっていうのは変わりなくですね。はい、ただ、まあ、一応 よいしょ安全にというか、えー、きっちり、あ、ここ割れたらきついなっていうところで行くんやったら、えー、170割れですね。170ドル割れてからがかなり厳しくなってくるんじゃないかなというところです。はい、もう一段下げてくるという感じね。なので、まあ、一応180、えー、 6、185ぐらいかな。185ぐらいが、僕の中では、えー、1段階目に、ああ、こっからはちょっとショート狙っていかなきゃなっていうのを頭で思い描いて、まあ、強気にショート入れていくのは、えー、170、えー、割からかな。170までまたんでいいか。175とかかな。はい。なので、まあ、185から180ドル、このあたりを割れてきたら、えー、戻ってきたところをショート打っていきたいなと。強気にちょっとね、あのショート打っていきたいなっていうところですけど、まあ、ここを抜けるまでは、まあ、今、基本的にはこのね、 高値の切り下げラインと、えー、この185ドル、6ドルぐらい、この辺りがこういう感じね。見てもらったらわかりように、こんな感じ。なので、えー、ディセンディングトライアングルですね。えー、高値は切り下げられてるけど、そこは一定であると。まあ、ただ、どっちが強いかって言われると、売り側の方が強いと判断されやすい、えー、チャートパターンになってますので、えー、185ドル抜けからはちょっと警戒が必要。ただ、えー、否定して上げてくるパターンやと、えー、大きく。 強くね、上に出てくるパターンもありますから、えー、否定されるかどうかっていうのは、高値の切り下げラインを上抜けるかどうかっていうところで判断かなというところでございます。はいただ、今現状がね、もう今、こうね、ダブルボトムを作りかけてるところで、えー、強く効いてそうなね、トレンドラインを黄色いラインで今出してるんですけど、1時間足だと見やすいんで、あの1時間足で今出しましたけど、ここね、よいしょ。レジサポ転換が起こってて 1.2.3点抵抗されている、ここのね、えー、トレンドライン。黄色のトレンドラインね。ここを上抜けれると、一つチャンスはあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ただ、まっすぐにね、抵抗体があるから、ここを上抜けてからでロングでいいと思うねんけど、えー、っとね、だいたい200ドルやね。二百200ドルはちょっとね、怖いよね。切り拝やし、売られやすいポイントかなと思うので、まあ、もしロングを僕が、えー 取りたいなという考えるのであれば200ドル上抜けからそうなってくると1時間足の雲の上抜けも出てくるので200ドルを上抜けてからロングを考えていきたいなというところかなはいそれでもやっぱり210ドルとかこの辺りになってくると抵抗剤が絡んでくるのでまあこの辺りはさっき言ってたディセンリングトライアングルの上下の線ね上下のトレンドラインに触れてくるので210ドル付近は一度ターゲットにはなるのかなと。 はい、で210ドルを上抜けることでディセンディングトライアングルを否定っていう形になるのでそこからは、えー、ちょっと強気に上を見ていっていいんじゃないかな235とかね、えー、もしくは250ドルぐらいまで、えー、このあたりまでは見ていけるんじゃないかなというふうに思いますのでこのあたりはねぜひ参考にしてくださいそうなってきた場合は4時間足レベルで見た時のここのダブルボトム この大きなダブルボトムの成立っていう形にもなるので、210ドル抜けからね、ここからはちょっとチャンスが大きく上に幅広く見れるんじゃないかなと、上値余地が出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、ソラナちゃんはね、この辺りを期待しつつ見ておいてください。ただ、さっきも言った通り、185ドル下抜けからちょっと厳しいんじゃないかなという目線になりますので、この辺りもしっかりとね、数値っていうのは価格帯っていうのは頭に入れておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。では続きましてが IOST ですね。IOST がね、 いいよーっていう感じだね。あっとかなり下がってきまして、で今、一時的に、ね、大きく戻しましたけど、抵抗タイムも、まあ、予想通りというか、想定内かなっていう、えー、抑えられたポイントですね。これもいつも言ってますけど、やっぱり直近の安値は気をつけてねっていうところが、まあ、きっちり効、えー、いたポイントかなと思います。戻せたけど、直近の安値に対して、えー、サポレジ転換を起こして今、下落というところですね。 これがまあ今、ちょっとえ現状復習という形になりましたけど、今動いたポイントを、えっと、よいしょ。復習したような形になりましたよというところですね。で、こっからのポイントなんですけど、ちょっと喋りすぎてきて、しかもなおかつ月曜日で頭回ってないやろ。ちょっと何言ってるかわからなくなってきたから、まとめていくわ <laughs>。まとめていくけど。 <laughs> えーとね、まず1時間足、1時間足で見たときに、iOST はここでダブルボトム、えー、組めそうですね。で、1時間足レベルで雲の上抜けができているので、まあ、雲の下限えー、ごめんなさい、えー、加工雲の上限で今、サポートされてますよっていうところ。で、えー、現状がダブルボトムを作れるのであれば、ネックラインが0.033ぐらいかな。0.033付近になってくるかな。20、1、えー、時間足の 25EMA とかがね、えー、 抵抗体になってくると思うのでこの辺りを上抜けてこれたら一旦、えー、一時的に上を目指せるのかなというところですねただ、えー、っとねダブルトップ、えー、ごめんなさいダブルボトムを組めたとしても、えー、0.033、えー、この辺りをネックライン上抜けれたとしても直近の高値がすぐ、えー、やってきますので0.035辺りこの辺りはちょっとね あのー、抵抗体に気をつけてくださいダブルトップ組まれる可能性があるからね大きく見てダブルトップ組まれる可能性があるから直近の高値はき、えー、注意でしかも一度ねレジサポ転換、えー、でし,、えー、しかもねサポートが2点あるので2点ねあるので、えー、抵抗2回される可能性もあるかなと思いますはいなのでこの辺りはちょっとき、えー、警戒が必要でダブルトップ組まれるのであればよいしょ まあだから0.035はどっちかというと売りやすいパターンですよね。ショートに入りやすい、え抵抗されやすいパターンなので、ショートで入っていってもいいと思います。で、その場合でも抵抗体は次は、えー、サポートがね、0.031とか、このあたりがサポートになって、ダブルトップからのダブルボトム、これも1つありますから、ここもちょっと注意が必要。はい、なので、もし0.035でショートって、 えー入った人はポジション取った人は0.031このあたりがえーターゲットになるんじゃないかなと第一段階目のねここも下抜けるようであればダブルトップが、えー 形成されてしまう成立してしまいますので、えー、そのまま部分的に理学したとしたらそのポジションを軽くした分を下に伸ばしていくような形になるんじゃないかなと思いますの、ね、でこの辺りはぜひ、ね、参考にしてみてください、はい、ただ、えー、今現状ねダブルボトム、えー、短期的にダブルボトム出てますから、えー、この辺りが成立するんであれば、えー、0.035ぐらいまでの上昇が逆にね、えー、考えられるかなと、はい、で0.035上抜けるようであれば今度はね、えー、この今のダブルボトムでロングを持っててる方は、えー、ここで 0.035で一部利確してもらって、えー、ポジション軽くしてもらって、で、上抜けた分は、えー、そのままね、ポジション軽い分を上にのば伸ばしていくと。まあ、これがまあ、表裏一体、えー、ロングでもショートでも取れるような、えー、ポジションの取り方かな,方かなと、えー、考え方,方かなと思いますので、このあたりはね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい。これもほら、見てもらったわかりに、もう25夢でビタで止まってるよね。 はいなので 25EM 上抜けからはチャンスがあるんじゃないかなと思いますので、ね、このあたりはねぜひ参考にしてください1時間足ね1時間足レベルでの 25EM の上抜け iOST、ねえー、このあたりは、えー、参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思いますはいでなおかつね、えー、25EM4、えー、時間足の 25EM このあたりとの帰りもそろそろ埋めに来てもおかしくないかなと思うのでまあそのあたりの観点からしても、えー、0.035までの上昇っていうのは あの有意性があるのかなと、合理的なのかなと、考え方的には合理的なのかなと思いますので、このあたりはぜひね、参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ただまあさ、えー、ビットコインから言ってますけど、えー、基本的には今、売られやすい、えー、相場になってきてますので、えー、そこはね、しっかりと押さえておいてくださいあの。上が強いっていうわけではないよというところだけ押さえておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。そういったね、えー、認識は、えー、必ずね、必要にはなってきますので、えー、そこはしっかりと押さえておいてください。 ははいでは最後に、えー、ビッダオちゃんいきたいなと思うんですけどビッダオが弱すぎワロタなんですよねうーんここまで下がりますかっていうところまで下がっちゃいましたねバイビットに上場してから脳安値を割ってきたので下ヒゲでねかなり厳しいかなと思いますはいただまあ一応今現状 えー、下着をつけて、まあほと、ほとんどの銘柄と同じなんですけど、ダブルボトムを組んで、まあ、25イ、e、エメイトの帰りを、えー、して、埋めに来るのかなっていう動きには見えます。ここでね、こういった形で25イ、e、エメイトを埋め,埋めに来てからどうなるのかっていうところでね、25、e、イエメトで抵抗されて続落するのか、えー、25、e、イエメトを上抜けれて、今度は25イ、e、エメイトをサポートにして、一旦ね、あのー、上を目指す直近の高値ぐらいまでの、えー、戻り。 を狙っっててくるののかっていう感じでで、えー、見えますので、まあ、この辺りは今現状は上下の判断するというよりは短期的に取れるところを取っていってで、えー、そういう抵抗体に差し当たったら利確するもしくは上抜けたら、えー、上を狙っていくで、えー、様子を見て次のパターンをどん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 、えー、更新していくアップデートしていくっていうのがすごく重要なのかなと思いますので変に凝り固まった 今はこんな下に下がったから下しかないやろうとかこんだけ下がったやったら上しかないやろうとかっていう凝り固まったチャート分析だったりとか方向感っていうのは今は捨てたやめた方がいいんじゃないかなっていうのが僕の正直な感想でありますので、まあ、基本的には柔軟に。 あの来たポイント、来たポイントで、えー、あ、ここは抵抗,体、えー、抵抗されそうやから、ショートで取っていって、短期的にね。で、直近のや、えー、安値ぐらいまで来たから、一旦利,利確と。で、次の動きを待って、下抜けるようなら、次はそこを背にショートで入っていく。で、えー、今度は、えー、もしね、そこをサポートに回すんであれば、そこを背に、えー、ロングで入っていって、で、直近の高値まで、えー、短期的に、えー、ロングの利益を積んでいく。そんな形で、まあ、ポジションを取っていくのが、まあ、一番いいのかなというところではあります。 ただ、まあ、大前提としてまあ売られやすいというのと、あんまりポジ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 ,ポジ、ごあのガチャガチャしすぎると、多分ね、利益よりも損失をね、被、えー、ってしまう、えー、パターンの方が多くなってくる可能性があるので、まあ、そこはね、しっかりと見極めてポジションを取っていく。例えば、ショーターの方であれば、抵抗体でを、えー、ショートで入っていく。まあ、要はそうなってくると、損切り幅がすごく近くなってくるので、まあ、そんな大きく損せずに、えー、ポジションを、えー、積んでいけるような形になるんじゃないかなと思います。 で、えー、しっかりと伸ばせるところでしっかりと伸ばしていくと。まあ当たり前のこと言ってますけど、当たり前のことを当たり前のようにできるのが一番今は、まあ、現状、えー、強いんじゃないかなと思いますので、えー、このあたりはぜひね、えー、参考にしていただけたらなというふうに思いますよというところでございます。はい。まあ難しいよ、今は。<laughs> 僕もちょっとね、無理やり。 チャート分析してるけど、まあ、かなり今はね、あの難しい局面ではありますので、あのそんなガチャ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 鮮度ね、あのー、来たるべき時が来たらポジションを取るぐらいの、あ待ちの姿勢っていうのもすごく大事かなと、ノーポジもポジションであるっていうところは、今ね、重要になってくるかなと思いますので、えー、このあたりはぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい そうあとはね、あのー、これ最後になったんですけど、最後になったのはちょっと置いとくわ。えー、とりあえずですね、今日も動画最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。今日の動画はねためになったな、参考になったな、面白かったなって思っていただいた方はですね、ぜひ、えー、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援していただけると嬉しいです。はい。えー、そのところかな。はい。あとね、ちょっとね、明日の件にちょっと関わってくるんですけど、えー、最後になったんですけど、明日ちょっと僕ですね、あの静岡県に行ってまいります。 あの僕のツイッター見てくれてる方やとよく絡んでるね、えー、ラッサさんっていう方がいらっしゃるんですけど、ラッサさんに会いにちょっと静岡県に行ってくるんです。なので、えー、明日がですね、えー、っとね、ホテルにチェックインが3時、15時なので、えー、っとね、15時過ぎ、15時から16時の間ぐらいに、1時間ぐらいライブ配信しようかなと思います。あのノート PC だけ持っていくので、いつもの動画、えー、このいつもの形の動画っていうのが撮れないから、あの多分ライブ配信になるかなと思います。 ホテルからのライブ配信という形になるかなと思いますので、えー、3時4時ぐらいあの時間空いてる方は遊びに来ていただけたらなと思いますし、えー、っとアーカイブに残しておきますので、えー、アーカイブに残っている動画を、えー、後で見てもらったら、えー、チャート分析も、えー、しっかりとね残しておきますので、えー、そこはね、ごえー、明日のライブ配信のアーカイブで見ていただけたらなと思います。はい。それぐらいね。 多分忘れ物なく全部言ったと思うんだけどなのでただ、明後日はねちょっと変、ね、えるのでいつもより動画が遅くなるかもしかすると動画をお休みする形になるかなと思うのでまあ、ツイッターのフォローを忘れずにあのそのあたりも告知していこうと思いますので、えー、ツイッターのフォローはしておいていただけたらなと思います。 はいで、えー、冒頭にも言いましたけど、動画の概要欄にすべて、えー、載せておりますので、えー、ツイッターのフォロー用の URL も載せてるし、えー、サブチャンネルのね、えー、URL も載せてるし、でさっき言ったみたいにチャプターもあるし、ね、えー、今ずっとチャート分析してきたバイビットねバイビットの、えー、講座解説用の URL リンクも貼り付けてるし、まあ、このあたりはすべて、ね、概要欄に僕の、えー、細かいこと、詳細を載せておりますので、概要欄はしっかりとねチェックしておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。はいですね、そのところでございます。 ということでね、明日は、えー、ホテルからのライブ配信になるかなと思いますので、明日の動画ね、ちょっといつもよりも遅めですし、ライブ配信という形になりますので、そちらだけご理解、ご了承の方よろしくお願いいたします。ということで、また明日のライブ配信、もしくはアーカイブの動画でね、お会いできたらなと思います。ではまた、えー、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら。 おすすめ動画はこちら。リアルタイムトレードの情報はツイッターのフォロー。質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。